札幌ドームで迎えた札幌対大分の第6節、先制したのは立ち上がりの2分です。大分、この長いボール小塚が受けた後、1人をかわして今シーズン初スタメンとなった星のボール、最後は落ち着いて藤本が決めました。星の折り返しが良かったですね、まずね、はい、そして最後はやっぱり一番怖いところに、はい、やはり藤本狙ってますから、やっぱりここ、はいはい、こういったところ藤本は狙っています。このゴールでまずは大分が先制をします。12分です。札幌がチャンスを迎えます。チャナティップのシュート、ここはチャナティップの個人技からのシュートだったんですけどね、はい、ゴールキーパーの正面でした。追加点は大分に入ります。前半の26分です。一本の長いボールから右サイド松本、そして最後は藤本がプレッシャーをかけてオフゴールとなりました。まずこれは松本の駆け引きの、まあ、うまさですよね、ここ、はい、足元じゃなくて背後で自分のスピードを生かす、はい、で最後はやっぱり難しい対応になったんですよね、これオンゴールですけど、宮澤は難しいですよね、自分のゴールに向かいながらの対応なので、はい、まあ、藤本のプレッシャーを感じてましたね、はい、そして後半の4分です。最後はチャナティップ、ゴールキーパー正面でした。後半押し込む時間も長くなりましたしね、はい、ここはワンタッチが入っていいシーンでしたね、はい、中野、そして最後は鈴木武蔵オンゴールを誘いました。このシーンは何人かの選手がいい距離感でダイレクトが2本ぐらい入りましたから、はい、このゴールで2対1と札幌が追い上げるんですが、反撃はここまで、大分が2対1と勝利を